大連大和ホテル大和ホテルはかつて南満州鉄道株式会社が経営していた高級ホテルブランド。1907年から1945年まで満鉄千円線の主要都市を中心にホテル網を展開していた。大和ホテル以外の直営ホテルと合わせて満鉄ホテルチェーンと総称された。南満州鉄道は日露戦争によって獲得した。 鉄道経営権をもとに設立されたが、長春大連間を縦断する満鉄線を大和連絡鉄道に組み込んで、上海、香港航路へとつなげる一大幹線とするためには、その沿線に西洋人が快適に滞在できるホテルを確保することが必須であった。初代総裁、後藤新平が掲げる文創的武備の思想のもとで、多角経営を進めた満鉄は、 ホテル網の展開も率先して進めていった。こうしてできた大和ホテルは西洋人旅客を承知するとともに満鉄の迎賓館としても機能する西洋式の高級ホテルとなった。しかし満鉄はホテルを鉄道事業と満州開発を支える手段と考えて採算を度外視したためホテル事業単体では利益の出ない体質だったとされる。 1928年1月1日に旅館事業と食堂社経営を満州旅館株式会社として独立させたが1931年4月1日には再び満鉄直営に戻している。満鉄は1945年の廃線に伴い解体されたが一部の旧大和ホテルは現在もホテルとして営業を続けている。 大連品館大連品館入り口内部大和ホテルの基幹店である。大連は、大和連絡鉄道と上海航路との接続点であり、日本から満州への玄関口であり、そして、満鉄が本社を置いた最重要拠点である。それゆえに、大連に大和ホテルには、欧米の一流ホテルにごする格式が求められた。満鉄の設立から間もない1907年8月1日。 旧ダーリニーホテルを改装して開業。大連に一の格式のホテルだったが、客室数が13室と小規模で、宿泊客の増加に対応できず。1914年3月に、大連中心部の大広場前に新館が、竣工8月1日に移転開業した。建設費90万円以上、完成まで4年を要したという当時としては巨大なホテルで、 客室数115室、収容人数175名を誇った。建物の外観は、イオニア式ジャイアントオーダーが8本並ぶ、ルネサンス様式。正面玄関には、鉄製のキャノピーが設けられた。設計者は、満鉄技師の大田武と推定されている。欧米人の宿泊客を想定して、館内設備は充実しており、蒸気暖房やエレベーターも備えていた。 屋上には庭園が作られ、下記には夜間営業を行う屋上レストラン、ルーフガーデンが設置された。その他理髪所や洗濯部、シャバ部などのサービス部門が併設されていた。現在は三つ星ホテル、大連品館として当時の建物のまま営業している。1987年と1997年に大改修を行い、客室には 近代的な設備が整えられた。エントランスホールや宴会場などは当初のクラシカルな装飾が維持されている。星が裏山とホテルマン鉄によって大連郊外の継承地に開発された海浜リゾート製が裏に1909年10月に開業したリゾートホテル。当初は貸別荘8棟のコテージ形式で開業した。 翌1910年8月に本館が竣工し、9月19日から営業を開始した。1929年度には新館と文館が増設され、貸し別荘も50棟近くまで増やされた。星が、裏は本格的な長期滞在型リゾートとして開発され、ホテル周辺一帯には大庭園、テニスコート、生が、裏ゴルフリンクスなどが併設された。また、星が、 うろみ水浴場には脱衣場などの施設が整備され、貸しボートやヨットでマリンスポーツを楽しむことができた。下記にはここに滞在しながら通勤する満鉄社員もいた。星ヶ浦の地名は、命名を頼まれた満鉄技術者、木戸中太郎が日本人向け遊楽地であるから、日本人に親しみやすい名前がいいだろうと考えていた。時、この地の存落、 黒い章に昔天から星が落ちてきたという伝説があることを知り、それにちなんで命名した。これに合わせて、佐賀を天の川と改名し、雲井という井戸を掘り、織姫稲荷を建て、スタービーチの門札を建てるなどした。両順大和ホテル帝政ロシアにより建設中だった建物を改修し、1908年3月21日に開業。客室数15室。 定員25名の小規模なホテルだった。夏季には、海岸の別館の黄金台大和ホテルを営業し、長期滞在客のための貸別荘も19棟用意、されていた。1929年4月には大規模な増改築を行い、客室数49室、貸別荘37棟、夏季簡易ホテル60室に拡大された。現状は、 人民解放軍招待所として活用されているが、外国人観光客の利用は不可。長春大和ホテル1909年に、帝政ロシアや新国交換との交渉の場に当てるべく、南満州鉄道と東西鉄道との接続点だった長春駅前に新築されたホテル。建設工事中の1908年10月1日に、長春クラブの建物を利用した樹室で開業し、 建物竣工後の1910年2月1日に本格営業を開始した。建物の内外装はアールヌーボー様式で装飾された。東西鉄道が本拠地ハルビンにアールヌーボー様式の建物を多数建てており、これに対抗したものと推定される。客室数は25室。満州国の成立後は新京山和ホテルに改称している。現在は春。 吉見品館休館として営業中。食堂などの内装にアールヌーボー様式の装飾が残されていたが、1987年の改装で大部分が失われた。法店ヤマホテル法店大広場と大和ホテル、法店駅に併設されたステーションホテルとして、駅の開業日と同じ1910年10月1日に、客室数12室で開業。1924年に、 ホテル新築設計の指名コンペを実施、大野木横井共同建築事務所が新築設計を受託した。1929年5月10日、法天大広場前に完成した客室数71室の新館が営業を開始した。内外装はアールデコ状のデザインが施され、外壁は白色のタイルバリ仕シげとされた。客室は全室浴室付き、館内にはバー。 ビリヤード室、理髪室など、長期滞在者向けの設備が設けられた。当時は最新かつ、最高格式のホテルとして知られ、戦後も中華人民共和国の国家指導者である、毛沢東や党昇平がここを訪れている。現在も三つ星ホテル、両年品館として営業している。客室は、現代的に改装されているが、エントランスやレストランは、王子のままの装飾が維持されている。 エレベーターホールには蒸気を含め著名人の宿泊を示すプレートが表示されている。満州国国有鉄道の沿線に設置されたホテル。ハルビンヤマトホテル1903年、ハルビン駅前に東西鉄道ホテルとして建てられた。日露戦争が勃発すると、ロシア軍の野戦病院や軍司令部として使用され、終戦後は、ロシア軍商工クラブ、中東鉄路理事会館として使用された。 1935年の北満鉄路買収により、満鉄の所有となり、1937年2月1日に、客室数56室のホテルとして開業。この改修工事は、北満鉄路技師のスピリドフセルゲイウィチが担当した。戦後は、ハルビン軍事工程学院、鉄路委員を経て1968年より、ハルビン鉄路局招待所として使用されたが、 1996年に、ハルビン鉄路局が経営するホテル龍門大化に統合、改修され、1997年により、龍門大化貴品牢として営業している。ランクは3つ星。大和ホテル以外の満鉄直営ホテル、和風旅館、新京列車ホテル1932、満州国の首都となって急増した宿泊客に対応するため、 新京駅構内に上地した寝台車を臨時のホテルとして営業した。貝原宿泊所1929年12月18日、開設。同年9月26日に竣工した貝原駅舎の2階に食堂と休憩所を設置したもの。南満州鉄道の食堂車食堂車、構内食堂1908年10月から、本線の急行列車で食堂車営業を開始。 1920年12月以降は本線の全旅客列車に食堂車を連結した。特急アジアに連結された食堂車では1935年9月のハルビンエンシン後はロシア料理を提供し、同年11月からはロシア人ウェイトレスを乗務させるなどのサービスを行った。直営の校内食堂や車内販売も各食堂車事務所の所管で営業していた。 大連、大和ホテル自動車庫大連、旅順、長春、法天の核、大和ホテルには、シャバブ監督のもとでシャバブが設置されたが、馬車から自動車への切り替えに伴い1922年6月をもって自動車部へと改められた。1928年以降は、監督制度を廃して、核ホテルの付属事業となり、大連では、修理工場を経営するに至った。 選択書満鉄が株式引き受けあるいは資金、不動産貸し付けなどにより経営を援助した旅館。満鉄は海運業も営んでいた。1908年8月に大連上海の定期航路を開設。1913年10月には香港、広州など中国宴会の都市への定期航路を開設した。1909年7月に社外委託から 直営事業に切り替えたが、海運業もまた赤字続きの事業であった。経営効率化のため、1922年までにすべての航路を子会社の大連帰船株式会社に譲渡している。旅館業は満鉄設立時からの正式な業務だった。1906年8月1日に政府から満鉄設立委員会へ出された命令書の中で主要駅に旅客の宿泊、 食事に必要な設備を整備するように指示している。ABC 財団法人、満鉄会、満鉄40年史、520から556ページ。ダーリニーホテルは、ロシア統治時代に、東西鉄道が建てた、ダーリニー最初のホテル。客室数16室と小規模ながら、最高の格式を誇るホテルだった。ABC 南満州鉄道。 南満州鉄道株式会社30年略百151から163ページ。AB 大連製化保命名の由来と、三岐島知名校州、木戸中太郎、著河村港、満州鉄道幻旅行による、ハット AB 訂正ロシアが、中国東北部で経営した、東西鉄道は、1912年の中華、民国成立後は、中東鉄路、 1932年の満州国成立後は北満鉄路へと名称を変えた。1935年3月23日に満州国が買収。満州国国有鉄道に編入され満鉄に経営委託された。富田昌司、ホテルと日本近代187から199ページ。EN バトルオブスラバヤ。ありがとうございます。